はい、どうも、ゆうねいです。このモフモフのが、もう飛べなくなってしまいましたね。もう今はね、もう今はもうひたすら、昆虫ゼリーの汁を吸っております。もう全体的に羽がボロボロになって、モフモフだった毛もバサバサになっています。まあそれでも飼い主なのでね、まあ最後の最後まで見届けたいと思います。うまく飲めてるのか、それ。あ、大丈夫そうですね。なんか様子がおかしいな。一回ちょっと失礼ですが。頭を。食べ終わったんだったらさっさと時。まだ飲むんか。どうやら中途半端な位置で、この細っこいストローみたいなのを伸ばしたせいで、うまく飲めてなかったみたいですね。もうさすがにこのボロボロになった羽では飛べませんが、ひとまず延命はできるでしょう。まあね、ほんと餌としてね、ハエトリグモの餌として入れたはずが、まあいつの間にか私のペットとなり、まああんまり幸せではなかったかもしれないですが、まあね、まあ美味しいもん食べられて、こいつは幸せだったでしょうかね。まあ心なしか綺麗だった緑色の目が黒くなっちゃってますし、まあまだ未だにね、これまでに死んでいった、まあ鐘叩きとか
コガネムシたちとかの、まあなんて言うんですかね、亡骸を埋められてないんでね、この子も加えて埋めることになっちゃうのかな。まあそれでもね、こうして動画には残ってる以上ね、まあ完全に消えたことにはならないのかなって思ってしまいますね。それではまた。